嘘つきは泥棒の始まりと言います。この本では嘘つきは人間の始まりと言っています。太古の昔、人類は10種類以上もいた。我々ホモサピエンスは食物連鎖の中で最も弱い存在だった。ではどうやってこの地球上の生物の中で頂点に立つことができたのか。はい、渡辺健太郎動画のお時間です。今日はね、この本、世界で1200万部以上のベストセラー、あのビル・ゲイツや Facebook のマーク・ザッカーバーグ、ホリエモンやオバマ元大統領まで絶賛したサピエンス全史、このお話を簡単にまとめていきたいと思います。まずこの絵を見てください。はい、皆さんもよく知っているこの絵、猿から人間の進化の過程と思われがちですが、これ間違いなんです。これ進化の過程じゃなくて、ただ違う種類の生物を描いたものなんです。それぞれが同じ時期に地球上に存在している時期もあったのです。つまり猿はずっと猿のままで、私たち人間もこの地球上に出現した時からほぼこの形だったんです。そして私たちホモサピエンスが出現する10万年も前から、この地球上で存在していたのがネアンデルタール人。高い知能を持ち、言葉を使い、がっしりとした体格にも恵まれていたネアンデルタール人は、30万年もの長い間この人類において最強の種族だったと言われています。そして20万年前、私たちの祖先ホモサピエンスが出現します。ホモサピエンスは体も細く、力もないし、牙や爪も持っていない人類史上最も弱い種族だったと言われています。にもかかわらず、最強人類ネアンデルタール人や他の人類を駆逐し、最も弱い人類ホモサピエンスが生き残れた理由、それは嘘をつくことができたからです。実在しないものを実在するという嘘、つまり架空の神や架空の物語を作り出すということ。それを皆が信用し共有したからこそ団結心が生まれ、大きな集団で狩りを行ったり外敵を倒すことができたのです。共感力が持てなかったネアンデルタール人やその他の動物、集団形成は100から150が限界なのに対し、嘘の神話を信用したホモサピエンスは数千数万の集団形成を可能にし、数の暴力で他を圧倒したと言われています。これって僕らが大人気漫画の主人公を応援し、そのストーリーや名シーンを共有し共感し合うことに似てますよね。だって漫画の主人公は実在しないんですよ。それなのにそのストーリーに心を動かされている。そしてこの架空の神や架空の物語を作り出し皆が共有するという行為、これが宗教の始まりと言われています。狩りの方法でも体を張った命がけの狩りをするネアンデルタール人との差が、生き残るという目的において顕著に現れます。それまでなかった弓や槍などの飛び道具を使った狩りも卑怯な彼らが発明したと言われています。その後、貨幣という概念、お金ですね、これもよく考えたらただの紙切れですよね。しかしこの紙切れに1万円という概念を設定し、その設定をみんなが信用するからこそ価値が発生するのです。そして国家もそうです。私たちがオリンピックで自国を応援しますよね。それはその土地、この日本で生まれ育ち、同じ国の選手が代表として出ているから応援するんです。実際国家というものは実体がないんです。この本ではこれらの歴史的現象を認知革命と呼んでいます。サピエンス全史、次回は唯一残った人類、我々ホモサピエンス族の人口を爆発的に増やした出来事をお送りしたいと思います。渡辺健太郎動画、ご視聴ありがとうございました。